こんにちは。川北総合病院の理学療法士の大沢智樹です。今日は足のストレッチについてご紹介します。まずはじめに足首回しの運動をします。椅子に座って姿勢を正しくしましょう。右足を前に出しましょう。大きく円を描くように足を回します。まず外回りからいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は内回りをします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どちらも10回ずつほど回しましょう。同様に左足もやっていきます。次に足先の運動です。姿勢を正しくしましょう。左右の足の高さを均等にしましょう。足先を前後に倒します。こちらも10回ずつ行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後に股関節のストレッチをします。こちらの体操も正しい姿勢で座りましょう。右足を胸へ寄せてください。かかとまでしっかり椅子に乗せましょう。胸に膝を寄せてください。10秒から15秒くらい寄せてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。左足も同様に実施します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。足のストレッチを行い、元気に生活しましょう。